帰ってきました。お疲れ様。ちょっと多分お腹空いてると思うんで、今ねミルクをもうお湯沸かして作ってるので、ちょっと待ってるで。あの後腹が空いた時はマジでこれ。ごめんなさい、先に食べちゃって。もらってる。この服さ、ちょっと春道だけどさ、めっちゃハートなの。あなたもこのね、ハートなの。はーい。ハートコーデー。よし、そろそろミルクができたと思うから、ちょっとあなた待っててね。よいしょ。お待たせしました。はい、あん。ちょっと、手が邪魔でしょ。手が邪魔でしょ。あなたなりさま、ゆりこさま、本日もポチッとありがとうございますということでですね、本題に入りたいと思うんですけども、ちょっとマジで本当に聞いてほしい事件がありましたので、今日はその話をしていきたいと思います。嫌なことがあったので、こちらお寿司を食べながら食べていきたいと思います。いただきます。何があったかというと、あの私その日ナータンとベビーカーでお出かけしてたんですよ。で、まあ、駅行くじゃないですか。で駅行って改札通ってエレベーター待ってたんです。でエレベーターを待ってた時に、おばあちゃんというかおばさま、イメージ的にちょっと貴婦人みたいな貴婦人ね、そのおばあちゃまと私がエレベーター待っていまして、そのおばちゃまがエレベーター開いた時にどうぞって言ってくださったんです。なので ありがとうございますって言って、でお先に失礼しますって感じで入って、エレベーターが2人だけの、まあ、3人ですね、3人だけの空間になったんですよ。そしたらさ、そのおばあちゃんが初対面で、なおかつ第一声で母乳って聞いてきたの。もう頭の中ね、パニック。だいたいエレベーターってやっぱり赤ちゃんと知らない方が密室な空間になるから、もうね何度も経験してるんだけど、可愛いですねとか言ってくださったりとか、あとは性別どっちなのとか、男の子なの女の子なの何ヶ月なの、これがだいたいの聞いていただける質問なんですけど、まさかの第一声で母乳ですよ。こんな格好してません。その時は普通の格好です。なんかこうあの母乳っぽい、あの土出しとかではありません。これは土出しではないですけどね。びっくりして。ボンジュール？って返しちゃいました。ボンジュール？ボンジュール？ボンジュール？フランス語で挨拶だと思って。うん。いやもうパニックで。もしかしたらね、ボンジュールって挨拶を言ってくれてるんだと思ったんですよ。ね、そっちの方がありえるでしょ、挨拶。ハローとかハローって同じ感じで、ここかこっちかは違うか、シェイシェイみたいな、うん、挨拶。そしたら母乳なのって言われまして、第一声で母乳かミルクか聞くんだみたいな。え、まず興味あったとしても言わなくねみたいな。びっくりして、まあ、まあ対応するじゃないですか。対応しちゃうんですよね。多分皆さんも対応しちゃうから撲滅しないんだろうね、そういう聞くことがね。まあ、まあ、じゃあミルクですって言ったんですけど、私甘味なので。最初からミルクなの？あちゃー、これ母乳ですって嘘でも言ってたら終わってたかもしれないんだけど、私がミルクと答えてしまった。しかも甘味で答えてしまったから、いや最初は母乳もあげてて混合であげてたんですけど、今はミルクになってます。なんか申し訳ない感じというか、怒られそうな感じで答えて、あ、そうなのね、しっかりねって言って出て行かれました。もう私はびっくらぽん。ガラガラ
外れ、もう本当にびっくりしてツイートしたんですよ。ちょっと皆のものを聞いてくれと、今日会ったことおばあちゃまとね会った初対面に母乳と聞かれてボンジュールと答えてしまったワロタと投稿したら、みんなからの共感と面白いって言ってくれていいねとリツイート、受けるリツイートありがとう。こんなにたくさんの人に見ていただけてめちゃくちゃ嬉しかったのと、あのあるあるが多すぎて、引用リツイートあるじゃないですか、引用リツイートをこう見てったら、私もそうだった、私もこんなことがあった、私もねえ、ちゃ私もだったんですよ。で全員が嬉しい気持ちじゃないんですよ、嬉しい気持ちじゃないのにあるあるがすごくあるってことは、みんな多分嫌だけど対応してるからそれがなくならないのか、なんでなのかちょっと分かんないんですけど、やっぱあるあるみたいですね。皆様もこれを見ている方たちも経験されましたか。だからそのおばちゃまもね、嫌な質問はあえてしようとか思ってないと思うんですよ。そんな感じじゃなかった、普通にあの名前なんて言うんですかとか、性別どちらのとか、何ヶ月だろうって聞く、本当にそういう感じで母乳なのって聞かれたんでびっくり。まあ親戚と、まあ親戚でも嫌だけど、まあ自分のひいおばあちゃんとか、まあ自分のね、まあお母さんとか、まあ、おばあちゃんとかに、あの今何であげてるのとかって聞かれるならまだね、まだいいじゃないですか。初対面他人の第一言目っていうのがやっぱりもうびっくりしちゃって。はい、ということでちょっと食べさせていただいていいですか。もうなんか怒られてないんですよ、母乳あげなさいとかって怒られたわけじゃないんですけど、なんですけどちょっとまあびっくりしたということでいただきます。エレベーター乗るの怖って思うようになっちゃいましたからね、まあ皆様もちょっと同じ経験をされた方、まあ、いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、今日はねこんな経験をしたっていうお話と、あとはまあツイッターたくさんの方に見ていただけてありがとうございますということです。あ、そういえばなんとね、まあ、これを投稿する前になんとフォロワー1万人を突破しました。ありがとうございます皆様。ということで本日も最後まで見てくださってありがとうございました。嬉しかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。バイバーイ。